バイオ工学科応用科学コース浅井研究室です。説明者は修士2年の新井です。カメラマンの川村です。こちらが普段私たちが作業をしている居室です。通常は10人ぐらいの学生が作業をしています。こちらが普段実験を行っている実験室です。浅井研究室では光を用いた放射線計測を行っています。例えば放射線をリアルタイムに測定するための蛍光体やさらされた放射線の線量に応じて色の変わる物質などを作っています。これらは医療機器や素粒子実験などへの応用を想定しています。こちらは実際に研究で使用している X 線照射装置です。作成したサンプルにこちらの機械で X 線を照射します。こちらが作成したサンプルです。放射線を当てた時も同じようにこのようにサンプルが光ります。修士1年の小宮君です。高校生に一言お願いします。はい、東北大学では科学だけでなく様々なことを学べます。ぜひ私たちと一緒に楽しく実験をしましょう。